今回はエイリアン、ロムルスの感想を語らうみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。名作の1と2を超えると言われるのも納得の面白さと怖さだった。ピンチに次ぐピンチ、恐怖の連続パンチでハラハラドキドキしっぱなしだった。明日の土曜日休みで興味のある人はナイトショーで見てみるのもいいのではないでしょうか。夜道がいつもと違って見えるかも。一部光が点滅するシーンがあるので敏感な人は気をつけてください。安心と信頼のクソクソカンパニーとクソアンドロイド。ゲストバスターのシーンはどのくらいの満足度だった？見に行きたいとは思ってるので、ネタバレにならない範囲で教えて。演出の話をするとネタバレになっちゃうから劇場でのお楽しみだね。ただ出てこい出てこい、出る出るぞとなぜだかワクワクしてスクリーンにかぶりつきになった。決して変態ではない。下品な言い方すると生きり立つほど良かった。ありがとう、近いうちに見に行くぜ。まだ見てないんだけど、エイリアンシリーズ見たことない友達連れてっていい？1とか2とか見てたら小ネタやオマージュに気がつくけど、ロムレスから見ても全然大丈夫な作りになってるよ。友達がグロとホラー苦手なら気をつけてね。サンクス。グロ耐性あるか確認するわ。あと中耐性もあるか聞いた方が良いかもしれない。フェイスハガーが虫っぽくて無理な人いるかも。チェストバスターを超える悪趣味なシーンあるぞ。マジそんな怖いの？怖いけど、どっちかっていうとアトラクションに近い怖さだったかな。個人的にはゲーム作品のアイソレーションと何か関連あった。こっちも1と2の間の作品なんだけど、本家主人公リプリーの娘さんが活躍する作品。どれがアイソレーションでどれが初代かわからない程度にはオマージュいっぱい。というかクソ企業、クソアンドロイド、成人アンドロイド、パルスライフルにニューボーン、要素多すぎ。褒め言葉。小ネタは満載。ガショガショする非常電源とか、パルスライフルもらえる部屋のセーブポイントとか。あるキャラの体調不良の理由を聞いて絶対最悪なことになるなと思ったら、案の定そういやこれドントブリーズの監督作なんだよね。フェデニューク殺すのはさすがにまずいな。せや化け物産ませた後殺したろ。ドントブリーズですでに殺している。ドントブリーズの監督なんだ。レイン姉貴の職場事情を考えるとリクリー親子ってあの世界でもまだマシな境遇だったんだな。アンリ君属性多いゆえにヒロイン力高くない？1、2、4。アイソレーションが悪魔合体して良質なのすごいし、中盤から後半の空気が変わるカタルシスが最高だった。エイリアンを映画館で見るのは初めてだったけど、あれのおかげで恐怖に耐えれたし、見れてよかったと心から思えた。俺も今見に行ってきたわ。彼女むものはしっかりお出しされた優等生って感じの映画だった。でも緊張感はあったし、エイリアンっていう生物のある種のおぞましさっていうのを感じれたから、個人的には良作。レインとアンディが良いキャラしてたから、これから静かに平和に暮らしてほしいという思いと、良いキャラしてたからリプリーに次ぐヒロインとしてあと1、2作ほど戦ってほしいという思いが湧いてくる。今日見に行ってきた。極力ネタバレを避けた言い方をすると、ストーリーや演出はエイリアンシリーズへの愛が詰まってて本当に面白い。ただ最後に出てきたあのお方は、初見の人は絶対に過去作のプロメテウスに出てきたあれではなく、例のあの人を思い出すと思う。お辞儀をするのだ。登場人物が何も知らない状態から何かいるぞって始まって、いつものパニックになる流れが見たい人は安心していい。仕方ないとはいえ、主役たちが液体燃料を引き抜いてフェイスハガーたちが目覚めるのすごく良かった。あえていつもの卵が開く方式じゃないのがちゃんと管理されてた。研究所感強くて新しかったな。レイトショーで見てきた。相変わらずウェイランド・ユタニのガバガバっぷりよ。仕方ねえだろ。どっかに行くだけで数年かかるのが宇宙や。やらかした教訓の反映も多分100年がかりや。今回のラボの成果物だって、主人公たちが来なきゃ小惑星にぶつかって終わり、回収部隊を差し向ける時間もないみたいだしな。やったぜ、ウェイランド・ユタにはこれからも失敗し続けてほしい。リドリー・スコットはコベナントの続きを早く取れ。デイビッドの末路とあれがどうやって1作目に繋がっていくのか見てよ。
映画一本完成させるまで健康でいられるかが心配。結構な年だし。正直期待外れだった。エイリアンってシリーズは作品ごとに全然雰囲気が違くて、それぞれの監督の作家性が見られるシリーズだと認識していたから、ロムルスはフェデ監督らしさがあまり見られなくて残念。監督インタビューを見たら納得したんだけど、コンセプトとして原点回帰があるみたいだね。でもそれだと1作目は絶対に超えられないんだよな。2よりは良かった。あの薬品改良していった結果4のリプリーなのかもしれないね。200年先の技術かつ失敗多数の結果とはいえ大成功すぎる。電源オフにしてるのに自動で定期的に4になるクソ仕様の人工重力装置、これもう欠陥だろ。いくらシステム管理上の仕様とはいえ自動オンの間隔が短すぎるわ。なるほど、無重力なら10ぶっ放せるぜ。やっちまえ。数十秒後重力復活します。矢印や絶望。そもそもその状態で入り込むのは侵入者くらいなので、クソ面倒くらいなセキュリティ上ちょうどいいのかもしれん。今日見てきたんだけど、最初の船の再起動シーンからもうむちゃくちゃ上がったわ。時代の流れもあるけど、こういうレトロフューチャーさと近未来感のハイブリッドがシリーズの独自の魅力になってきてる気がする。エイリアン映画として安心して見られる出来だった。プロメテウス、コベナントみたいな新しいことやろうとしてる感じはないが、観客がこういうの見たいという期待に応える内容にはなってると思う。その分過去作オマージュというか焼き直しっぽい部分は評価分かれるかもしれんが、初見でもちゃんと理解できる話になってるし、個人的にはかなり楽しめた。ニューボーンってなんだかんだで可愛く見えるデザインしてたんだなってなる。4のニューボーンは見た目はエイリアンによってるが、完成は人よりでリプリーに甘えたりレバーを引いてあげたりして可愛げあったけど、今回のニューボーンは見た目は人よりだが完成はエイリアンそのもので絶対和解できない雰囲気あったよな。海の親を楽しむようにインナーマウスで惨殺、主人公を追い詰めたら邪悪な笑いを浮かべるとうとう。元祖ニューボーンがマジで可愛く思える映画だった。ニューボーン、君は生みの親であるクイーンは匂い違うから瞬殺するけど、自分とばあちゃん以外には辛辣なやっこだけど、ばあちゃんには拒絶されてもすがる可愛い子だからな。あいつ近くに不意打ちできる人間がいてもスルーして真っ先に生みの親を狙いに行くの怖すぎる。ニューボーンはエイリアンの中に人間がいるデザインだけど、今回のオフスプリングは人間、エンジニアの中にエイリアンがいるデザインって感じ。ニューボーンと違って本質がエイリアンだからガチで分かり合えない。この調子で3再評価路線ないかな。キャメロンの2はアクション映画としては最高だけど、エイリアンとしては正直ダメな部類に入るのを3で軌道修正したフィンチャーはもっと評価されて良いと思うわ。食料や酸素がない程度では死なないと言及されたけどさ、あの研究ステーションから放り出されたエイリアンたちワンチャン生きてね。小惑星帯にぶつかって死んでいてほしい。クローンリプリー8番は人の心と人の外見が保たれて共産の血液や人外フィジカルが備わってるノロムルスが求めた理想の新人類そのものだもんな。そりゃ新しいことやる前にエイリアンシリーズやってほしいからな。やった上で新しいことやるのがベストよ。そういう意味では今回エイリアンエッグが一度も登場せず、逆にエイリアンのサナギが登場したのは新しかった。この手のシリーズの文脈を守れ。ロンがちゃんと見てたらそんな感想出ないようなシリーズで言われる現象なんな。エイリアンなんて4部作全部違う監督で全部監督の好きにやってるめちゃくちゃなシリーズだぞ。なんなら2が一番エイリアンっぽくないし。おおよその感想、序盤生きとったんかい我、中盤この会社全然取りてないわ、終盤やっちゃったな。イタニ社のやらかしがないと話が始まらないから仕方がないところもあるんだが、お約束の展開でシリーズ継続してると毎回恐竜が脱走するジュラシックパークみたいなイメージになってくるな。ユタニ社は社員の人権全く守らないコンプラガバガバクソブラック企業だから毎回こうなるのも必然なのだ。2では海軍をエイリアンの当て馬にするし、4では採掘用と騙して連れてきた労働者に卵を寄生させる鬼畜の所業やってたしな。実は要はウェイランドユタニではないという地味に気づかれにくい要素。誰ばもなくずっと引き込まれてみてた。確かに新鮮味は薄いので無難な作りかもしれんが、エイリアンアトラクションとしては大成功かと。
P ガガガチャチャ P みたいな起動音のするコンピュータ。ブラウン管っぽい画面表示と合わせてレトロフューチャー感が好き。マザーのレトロ感良いよね。ユタニさん、エイリアン研究したりする場所にはそろそろ3対策導入してください。一応時系列的には現物とは今回がファーストコンタクトだから、4の頃にはユタには度重なるエイリアン捕獲の失敗の負債やらで経営破綻して買収されてる。これを見る前に1、4とプロメテウスとコベナントを見返しといてよかった。 CG 技術が発達し始めた頃からちょっと問題視されてたことだけど、もう役者が死んだ後も CG で復活して映画に出るのが珍しくなくなってきた感じがする。コベナントの時から思ってたけど、マジで本当にとんでもなくやべえもんを作ったな、デイビッド。エイリアン2の宇宙海兵隊の装備すごい充実してるなと思ったが、この映画見た上での後付け知識を元にしてみると、エイランドユタには最新の高性能武器は自分たちだけ持って、海兵隊には支給してないっぽい気がするな。海兵隊が使ってるってセリフがあるから、一応海兵隊も持ってると思う。ただどうも今回のパルスライフルは非実弾兵器で、海兵隊が持っているのは実弾兵器なので、そもそも使ってる武器が違うっぽい。クソ企業クソアンドロイドというがよ、ワイが一番イラッとしたのはビヨンです。兄貴のいいヤッコポイントが出るたびにそれをシームレスに見捨てたビヨンの株が下が立派でした。後でビヨンが活躍して株を上げる展開があるかと思ったら、そんなことはなかったぜ。一応最後の方頑張っただろ、意味なかったけど。そういうの良いからほよちねって思ってました。今日見に行ったわ。最後まで怖くて満足だったわ。最後のやつって薬使った相手が妊婦だったから、ああなったってことだよな。妊婦じゃなかったら彼女自身が変貌してたんだろうか。エイリアンシリーズ欲張りセットみたいな映画だった。過去作要素を色々と入れてくれてたから、ここあれのオマージュじゃねって探したりするのが楽しかった。ストーリーもわかりやすく1と2の要素をうまく混ぜてくれたから、間の作品というのに説得力があった。何よりあの古臭いコンピューターがたまらん。作品としては手堅くて、悪く言えば各作品に合った監督の色とかその辺の要素はちょっと抑えめだったけど、きちんとシリーズ各作への愛を持って作られてるから見てて楽しい映画だったわ。この感覚で似てる感じの作品だとゴーストバスターズアフターライフかな。あれは制作に色々複雑でエモーショナルな背景があるけど、作品全体の楽しみ方は似てるなと思った。若干のネタバレになるかもしれないけど、考察でレムスラボからロムルスラボに移動するシーンでエイリアン1オマージュから2オマージュに切り替わっていく流れになってて、そこが文字通り橋渡しのシーンと聞いてなるほどってなったわ。実際問題エイリアンを安定して研究するにはどうすればよいのか考えてみた。例えば強化ガラスの複合装甲で間にアルカリ性の層を作り、中和前提で作るとか。基本的に触らぬ神になんとやらだと思うけど、もし研究するなら全作業従事者をシンセティックにして、生身の人間は施設内禁止、生身の人間は物理的な意味での遠隔地でシンセティックから送られてくるデータのみを扱うことみたいにするのがまず大前提だよね。序盤の登場人物紹介から宇宙船出発、ステーションに侵入までは静かだけど、フェイスハガー登場あたりから一気に流れが変わって超加速ノンストップで、アーモーめちゃくちゃだよ。になるの好き。無重力状態でぶちまけられた血液を避ける弾幕芸が始まったところ好き。今作で個人的にショックだったのは、1作目のビッグチャップが慣れしして、しかもその意外が貼り付け状態で放置されてたところ。後作の描写に合わせるならビッグチャップも撃たれれば死ぬ程度の強さなんだろうけど、あの不死身にも思える生命力を感じさせた恐怖の存在がこうもあっさり駆除されてしまったのかと複雑な気分になってしまった。それでもたった一体で数百人くらい勤務していたであろう巨大ステーションを地祭りに上げて繁殖に大成功させてる時点でもう無茶苦茶だよ。これで生きてたらもう人類に勝ち目ないよ。実際レムス号廃棄のきっかけはあいつが暴れたのと、共産で船に穴開けたからだっけ。つくづく宇宙船で扱いたくない性質しとる。一作目のビッグチャップの死に様がかっこよすぎる。最後のあいつはニューボーンとプロメテウスのトリロバイト、イカくんを足して2で割った感じ。
ニューボーンはママ命だし、トリロバイトもエンジニアからママを守ったのに、今回のやつは紛れもないマザーファッカーでダメだった。やっぱエンジニアの見た目のやつにろくなのいねえな。でもよく考えたらニューボーンも生みの親を殺すマザーファッカーだったわ。なまじニューボーンより人間に近い見た目なせいで生理的嫌悪がすごい。もともとリドリースコットはブレードランナーとエイリアンの世界観をつなげたがってたけど、今回のではっきりしたわ。絶対冒頭の採掘惑星にレプリカント送り込んでただろ。プロメテウスの円盤についてる特典映像だと、ウェイランドとタイレルに親交があったことと、ビッカーズがレプリカントだってことがほのめかされてるから、ぜひ見てみてね。いつもはお約束のゴール地点感覚だったけど、立場が変わるとコールドスリープが貴重な備品に変わるの面白い。この世界には映されてない惨事が5万とあると思うと震えるわね。後半、無重力空間での強酸血液回避がヒヤヒヤした。そしてエレベーターで重力が戻った時に、あ、死んだと思ったらゼノモーフがジャッジしてくれて、ありがとナス、でも死んでくれって思って笑った。神話のロムルスは弟レムスを殺してローマ作っているわけで、結果的にタイトルを否定して勝利したレインちゃんのガッツがすごい。レントゲンで内部見れるの良い発想よ。絶望感あったわ。便利だけど作中でも指摘されてるけど、絶対生身に良くないよねあれ。本当はメンテナンスとかで配管内をチェックするためのものだったりしたんかなとか考えたら、あそこに置かれていたということは、惨劇の時にあの子と同じように使った人がいたんだろうな。この作品ルネッサンス号のロケーションとゼノモーフの生態をうまいこと使って、いろんなバリエーションの恐怖を緩急つけて提供してくれるから楽しい。今回のエクストラステージはかなりホラー地味てたな。人型がニタニタ笑いながらのそのそ張ってくるの貞子とか、ああいう怪異みたいで、そういう怖さもやるのねってなった。ケイの腹から出てくるんじゃなくて、ちゃんと股から出てくるのがあまりにもおぞましくて最高だったわ。俺は恐怖で体をこわばらせっぱなしだったけどね。実は4のニューボーンも子宮妊娼なんよね。あっちは腹引き裂いて出てきたけど、正直量で成長していくのなんか、そうはならんやろうって感じなんだけど、怖すぎて突っ込む暇なかったわ。オフスプリング登場、撃退、即 ED の怒涛のテンポ感とインパクトだけ残していく姿勢好き。てっきりあれは AVP2 みたいになりはしないだろうかとヒヤヒヤしてたよ。頼むぞ、今回のアンドロイドは2みたいな味方パターン、1じゃなくて21じゃなくて2を。ひょっとしてやっぱり1やないか、やっぱり1やないか。この世界アンドロイドのスペックが高いから、味方につくかどうかで状況が大きく変わるんだよな。今回は主タイプもそうだけど、アンディが敵か味方か不安定なところにハラハラ感あってよかった。正直器用モードのアンディかっこよくて好きだったわ。一歩も動かずに歯が掴んで止めるところ強者感ありすぎる。安心してくださいに、100年後にはこのレベルまで薬を完成させられますよ。だから予算ください。最初のフォックスマーチのクソ不穏な始まり方、エイリアンさんのオマージュでびっくり。めっちゃリスペクト持っててくれて嬉しい。この時期ならわかるな、ゼヨンの時代になっても人をエイリアン用の研究施設に入れるんだ。レムスからロムルスに舞台が移ったら、映画の内容がガラリと変わるのが面白い。レムスにいた頃は初代オマージュだったのに、ロムルスからは2、4要素のオマージュてんこ盛り。よくぞまあこれだけ詰め込んだな監督。改めてエイリアン見直してみたら、ちゃんと権益隔離しようとしてタリクリーが有能すぎる。コベナントの権益体制とかガバガバにも程があったからな。終盤の薄着になったレインがちょっとエッチで大変よろしかった。なお薄着になってからの展開、惑星もみじおろし強かったな。もう次から全部舞台は小惑星帯の近くにしようぜ。いや、何かあったら恒星に落ちるようにセットして恒星の周回軌道に乗せよう。息子くんちゃんと死んだのかあれで。